皆さんこんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、北海道のですね方から夜市をね前から送ってもらってたんですよ。で、今日はちょっとこれロックでねいただこうかなっていう思いがありまして、今日はねはっきり言うと面白くないことがあったんでね、いい酒飲まないとちょっと気が済まないんで、本当はどうしようかと思ったらね、飲みながらやるかどうかと思ったんだけど、まあいいかなと、まあちょっと飲みながらの方が少し柔らかくなるのかなと思ったんで、これくらいね入れすぎなんだけどね、まああんまり飲まないっていうことは、これいいお酒ですからね、大事に飲みたいと思います。今日はありがとうございます。それからですね、やっぱりですね、このウイスキーっていうと、これですよ、北海道のウイスキーだったら小祝のレーズンバターと、まあ、チーズですね。で、なんとかねイチゴを調達しました今日は。で、イチゴをやりながら一杯いただきたいと思います。じゃあいただきます。多分これ見るとき皆さんもね用意されてるんだと思うんだけどね、はい、いただきます。これね、だからこれの物語っていうのはね、一時ドラマになったですよね。これは本当にね、北海道を代表するね、ウイスキーですよね。で、僕はスコッチが割と好きで、前にもね、話したことありますけどね、池袋のイレブンっていうところによく行ってましてね、最近はもう滅多に行けなくて、この間久しぶりに行ったら、マスター喜んでくれて、美味しいの飲ませてくれましたけど、池袋で60年以上続いてる一番古いバーがですね、もうスコッチの専門バーなんですよ。で、余計なものが一切なくて、ともかく目の前に何百本っていう、スコッチが並んでる。もう僕そんな詳しくないですよ、好きだけど。すごいね、申し訳ない注文の仕方するんですけどね、今日はちょっと強烈なこう、匂いがグッとくるのを飲ましてとかね。そういう頼み方なんですけどね、いろいろな味を試させていただいてね、すっかり好きになりましたけどね、この夜市も日本の傑作ウイスキーだと思います。それでね、今日面白くないことっていうのはね、この間ニューソクで須田慎一郎さんの対談番組出ましたよね。で、まあ僕はもう全然確信しててね、あれなんですけどね、まあ、いろいろ根拠も示して、須田慎一郎さんがお聞きになるまま、昨年来私が掴んでるね、重大説だとかね、で、今年になって、まあ、出てきたり出てこなかったり、まあ、僕はもうね、去年の段階から動けなくなってるんだな、というのは、ほぼ確信してましたし、4月に入ってからですね、まあ、4月15日の太陽節出ないのは当たり前っていうかね、それが出ないのはもう、ほら、やっぱり大変な一つの印だなと思って。で、それからですね、4月20日前後から CNN の、まあ、あるいはアメリカ政府関係者に、っていうか当局者に聞いた情報として、重大説を流したんだと思いますね。で、それと、4月23日に韓国中央日報に載った金大中大統領の、北朝鮮担当秘書官のね、話として、でも、その北朝鮮担当秘書官がな、言った話っていうのは、中国共産党の中央対外連絡部の高官とわかる言い方で、まあ、医師団も連れてった話で、もうほぼ再起不能、植物人間化し、99% も脳死だということを言ったと。それを根拠に、まあ、これ中国共産党筋の話で、しかも複数日本にもこの情報が流れているということを確認して、あ、これはもう本当に相当まずいことになったっていう判断で、私はもう今相当、かなりの確率で、まあ、脳死、あるいは、もう逆にこの間のいろんな状況を見て、これは死去したんじゃないかと、ほぼ確信を深めております。まあ、そういう話をですね、おそらく4月29日だったと思うんですよね、ニューソクで。やらせていただいて、僕逆にあの時心配したんですけど、その前にね、生存説の話で、小四喜さんとかね、出られていて、僕は生存説は生存説で、主張される方は構わないと思うんですけどね。僕は逆に心配したのは、なんかね、いろんな情報でみんな振り回されていて、
4月30日になった生存説言ってる人がなんか死ん、もうやばいかもしれないみたいな方向にね、YouTube の発信とかね、まあ、ピョン・ジンイルさんとか、コヨンギさんもそうだし、まあ私もよくご一緒するね、西岡勤先生なんかもね、どっちとも取れるような話に変わっていくっていうのを見ましてね、うん、おなんかいろいろ変化してるけど大丈夫かなと思って。で、それで29日はですよ、その生存説やった後にね、これはもう死んでるのは間違いないみたいな言い方でですよ、いろいろ言われてですね、まあそういう妄想しておかげさんでですね、入足の中では多分トップクラスでしょう。52万再生もいってるんですけどね、今の時点で。そしたら今日になったらですよ、お詫びしますと、死亡説流してうんぬんって。こういうのってね、対談番組でね、流したことでね、やるんだったら、対談相手に一言あって当たり前なんじゃないの？これ、須田さん。あなた何年やってんの？ジャーナリスト。あなたがそういう風に傾くのはいいんだけど、一から礼儀知らないじゃないか、それ。お辞儀とか言われてて。いや、でびっくりしたんでね、あなたの共通の知り合いにも相談しましたよ。いや、あいつは昔からそういうやつだって言われちゃって、もう二の句が過ぎなかったけどね。まずそれがね、俺は頭きました。まあそれはいいんですよ。でもね、死亡説からね、生存説になろうと。で、またね、そのね、説明全部聞いたら根拠がね、結局、北から出たね、公的なものを全部です。これで、決まりですみたいな。何言ってんだろうと思うんだよね。で、面白いんですよ、この間の読み方見たってね。CNN のね、重大説について出た時にですね、トランプ大統領が言った時は面白いんですよね。あの時は、あんたたちのは言ってることは否定じゃないですよね。インコレクト。不正確だよ。It's incorrect. Based on old documents って言ったんですよね。その意味考えたことあるのかなと思うんですよ、みんなね。古い情報に基づいた、古い証明に基づいた、古い根拠に基づいたことだと、それは。だから不正確になってるよ。不正確っていうことは、例えば CNN が渋滞って言ったことについてね、真実の一端があるって言ってるってことじゃないですか、それ。言語上で。別にこれ、だって大学生が、大学の英語を専攻した人が読まなくたってわかるような話だよね。うん。で、今回も面白いですよ。今回のポイントですよ。彼が元気でよかったと。あなたが元気でよかったじゃないですよ。彼が元気でよかったの。でね、英語圏の人聞いたですよ。あんた言うの正しいよと。篠原さん、あんた言うの正しいよと。トランプ大統領のあのツイッターってそういう風にみんな正しい。もう、この法に接してね、非常にね、喜ばしいと。彼が、復帰した。彼ですよ。もうだって直接会ってですよ。握手もして、2回も。俺を彼って呼ぶのは、そこに含みがあるんですよ。He。You だったらいいんですよね。だからね、そういう、なんていうかね、読みもしないでね、なんか白旗あげたってすっごい不自然ですよね。それでですよ、私と対比したいと思うんですよ、改めて。私は去年からこの情報を得て、で、この情報ってのはね、須田さんは、自分は、情報金で買ったっておっしゃった。で、その情報筋は、非常に今までちゃんと情報をくれたし、お金を払う以上は、正確な情報をくれるはずだと。あれね、ジャーナリストのね、常識化したら、それ逆だわ。俺、金で情報買ったことないもん。相手がどうしても伝えたい、命をかけても伝えたいっていう。それこそ、そこらでつまんできた情報じゃないから。まして全体新国家のね、秘密情報なんて金で買えるわけないじゃん。うん。そんなやり方やったんですか、今まで。僕のルートってのはこれね、悪いけど2015年から脈々と作ってきたルートなんですよ。で、その間ね、二人ほどね、連絡取れなくなってんですよ。だから僕はね、信憑性感じてんの。やばいルートなんですよ、そういう意味では。でも、そういうだけね、命をかけてね、伝えてきてることだから、私はこれ曲げるわけにはいかないし、確信してますよ。だって、
去年掴んでから、裏付けるように事実が進んでって。これだって今仮定ですよ。また明日変わったらまた謝罪ですか。ジャーナリストもそういうことじゃないよ。だってエンターテイナーじゃないんだから、俺たちは。まあ、切れましたよ。悪いけど。先輩が知らんけど、僕もね、政治の世界何十年も生きてるからね。言うときは言うからね。まあ、切れたね。で、首相官邸から直接、あなたそれじゃ、機密漏洩じゃないかよ。ネタ元として言っていいことと悪いことはあるよ、俺は。首相官邸から聞いたから俺の情報は確かなんだって言いたいのかね。で、首相官邸が間違ったから俺が間違ってもしょうがないって言いたいのかね。そんなもんじゃないだろう。首相官邸が不正確だから僕は命かけてね、取材してんだよ。ろくなことできてないじゃないか、首相官邸は。この時期に危機があって、死んだか生きてるかなんてのはね、はっけじゃねえんだから関係ないんですよ、そんなことは。何遍、最近ようやくみんな分かってくれた。死ぬような事態の、危機の事態にね、直面してんですよ、あそこは。それを平然と済むように、情報操作してるんだよ。で、中国は、すっかり乗せられてね、この仕切りは俺ができるんだと、あの時中国にね、代表団送ってんですよ、朝鮮は。乗せられて、突出して、はしご外されて、急に、飛んだんですよ。中国のメモは出回ってんですよ。誰かがね、防衛省のメモだって出してるの、あれ中国のメモですよ。そういうね、いろんなね、筋から出てるものもきちんとね、こういう時はね、公開情報もきちっと押さえた上で裏の情報とはめていくんですよ。金払ったから信用できるとか、首相官邸が言ってるとか、そういうことにかけるから間違うってのが、あなたの総括だよ。須田さん。総合的に見たらね、これ絶対自信あるもん。これであれですよ。ただ、僕の言ってることなんてね、まんま出てこないからね。ましてあれ、死亡吸引で死んだなんて出るわけないよ、何年も。今何が行われてるのか。よく見た方がいいですよ。ね。李相哲教授なんてのはね、すごいですよ。私は間違ってたって自己批判した。昨日言ってるね、李相哲さんのね、動画見たらね、無事なわけないですよ、あの指導者が。でね、これもね、言いたいんですよ、みんな。これは逆に須田さん以外に言いたいんだけど、スンチョンのね、林肥料工場のシーンで、いろんなところが出てくる。足を引き取ってる。カートに乗ってる。タバコを加えないけど煙が立ってる。それからちょっと腕上げた時に、ここにステント手術の跡がある。全部演出ですよ。全部メッセージなんですよ。ね。細かいこと一つでね、論争することない。全体でこう見たらいい。全部材料ですよ。わざわざね。いつも中継何年って使ってる。主体何年って使ってる。2020年の5月1日。わざわざね。誰に見せるために作ったのか。でね、よくね、ハリウッドのね、映画のメイキングによく出ますよね。群衆シーンとね、スターたちがこう演じるシーンと別に撮るって。なんかそれ感じるんだよね。でもその感じさせるのも、メッセージかもしれない。だって、民衆っていうか、その動員された街の人も含めてでしょうね。そこの労働者もいる。あの工場であの数は働いてないと思うからね。街の人集めたんだと思うけど。みんなマスクしてるでしょ？サージカルマスクしてるんですよ。北朝鮮では手に入らないと思うけどね。で、こちら側の指導者の方々はですね、工場の多分党の職とか、あるいは他の側近もみんなマスクね、ボディーガード以外してなかったよね。この落差ね。で、この間の軍の現地指導の時は、あの指導者様以外は全員ですよ、マスクしてるのは普通ですよ。まあ、そういうところからね、いろいろ読み取ったって面白いことがいっぱいわかる。これをね、
向こうの報道があったからってね。で、次にですよ。僕のところに押し寄せてくる。あるいはどっかの国会議員も言ってるね。謝罪しろ、責任を取れ。責任取ったことがない奴が言うのは、もうちゃんちゃらおかしいよ。うん。ああ、去年からですよ。去年ってか、もっと前からですよ。あの国のですね、指導思想について、日本でこう、かぶれた連中のことをね、暴露し始めたから、僕は覚悟を決めてるんですよ。誰も幸せにしないね、こういうシステム、その影響、それにかき回されるね、日本っていうのはもう我慢ならないんですよ、僕は。案の定でも向こうもね、いいところついたんだと思うんです、僕も。あるいは僕の仲間たちも。だから必死になってね、やってくる。去年のムンジェインの件でもね、ガチャガチャ言ってるやつがいるみたいだけど、なんかわかわけわかんないね。韓国芸能かぶれみたいのがね、なんか、しょぼしょぼでやってんだけどね。まあ、ちゃんと読んであげて反論してあげますよ。うん、ただ、あれよ、こっちはメインだからね。ちゃんと乗るとこには乗るし。またね、最近面白いのはね、出たね、僕が出しておいてですよ。出しておいた動画を消してる連中もいいんだよね。だからね、皆さんこれ考えてください。これ誰が得してやってることか。誰が圧力かけてるのか。まあ、だって、今日のね、須田慎一郎さんのね、自己批判もね、自分が言ってたことを全部批判、あれだよね。総括してないよね。いろんなルートからだって、あれでしょ？須田さんが掴んだ話ってのはあれ何？お金で買ったの？あれ。フランスの医師団が、死亡急に手術したって話。僕はそれはフランスやったってありえないよって話もしたけどね。でも、こう他のルートから全然違うルートからそういう話が来て信憑性感じたって言ったことはどう総括？だからね、もう、デタラメ極まるよね。まあ、ともかく大人としては失格ですよ。うん。まあ、これで、あれですよ、あの対談のね、動画がなんか、今はまだついてたけどね、消したら傑作だけどね。まだ出演料もらってないけどさ。52万回行きゃ結構行くからね。広告料はね。うん、まあ、しかしね、すごいですよ、この巻き返し。でもね、ちょっと安心してんですよ。トランプ大統領はね、面白いから。揺るぎなくやってるから。で、それよりも本当にね、孫長のね、工場のシーンはね、やっぱり、これは、李相哲教授も指摘したけどね、チェリョンヘがね、出てないっていうのは大きいですよ。逆に心配になるよね。そこまで中国に露骨なね、反発を買うようなメッセージを出して、そんな瀬戸際やっていいのかな、思いますけどね。あの国がね。相当だから、激しい攻めぎ合いなのかな、ということをね、ドラマを見てますね。まあ、そういう風に楽しむのがいいんですよ。別にね、僕はね、生きているよ、篠原間違ってるよっていう人に、俺それ違うよっていうことを言いたいんじゃないんですよ。で、李相哲教授も言ってるけど、まあ彼はだから死んでるっていう立場で言ったのかな。そんな覚えないんだけどね、僕ね。まあ彼が何を反省しなきゃならないのかよくわからないんだけど、まあ本当の理由は知ってるよ。知ってるけどね。なんちゅうかな。生きたって死んだっていいじゃないですか。っていうか、あの国が、もうこのまま行けないような状況になってるから、わけのわかんないことやるんですよ。うん。監視を撃った話とかね。あれはだから僕は、韓国にとって寝耳に水だったのか、あるいは示し合わせてたのか、っていうことすら疑っちゃうような韓国の状況ですしね。うん。まあだからね、ますますやる気満々っていうかね、これでいろんなことは時間かかると思うんですよ。でもね、僕はある関係者と話したんですね。
まあ、ある点には情報関係者ですよ。で、いやー、ここまでギャンブルやって大丈夫かよ、と。いやー、だからね、トランプさん元気でよかったねって言ったのをツイッターで言ってるってのは、これがまた妙でね。ねえ、ツイッターで呼びかけて、オフ会やっちゃったのあったですもんね。うん。お、元気になったんなら、じゃあ、君ちょっと、やるかって言われた時にどういうふうに反応するのかね。本人出てくるのかね。まあ、出てきてもいいんじゃないですかね。影武者でも相当訓練されたのいるんじゃないかな。まあ、ヨジョンちゃんが出てくればいいかな。うん。でも僕ちょっと驚いたことがあって、いろんな方のね、映像の分析ってね、素人目でも分かるようになってるってとこもまたメッセージだと思うけど、まあ素人なんですって申し訳ないけどね、一生懸命やってる方がね、歯医者さんの話は僕すごく感心してたんだけどね、ヨジョンさんですら、偽物でないの?なんていう話も出るぐらい。まあ確かに僕もおかしいって思う点がいくつかあるんですけどね。だって同じ日に撮った映像で髪の毛の長さが変わるってちょっとおかしいじゃないですか。なんか、俺、オカルトの世界だよね。まあ、そんなことはね、問題じゃなくて、国家としてですよ。あそこは国家としているんだよって言ったことはね、トランプさんは受け止めて、よかったね。彼が元気でよかったね。復帰して元気でよかったね。彼ですよ、彼。うん、まあ、お手並み拝見をするんでしょうね、トランプさんはね。まあ、面白いです。本当に。うん、ただ、日本はやっぱりね、まあ、前のビデオっていうか映像でもご紹介したんですが、5月2日にね、特定失踪者問題調査会の代表の荒木和弘さんが、ご自身の YouTube チャンネルから訴えられたね、今日本政府は何をやるべきかって、これが大事なんですよ。で、やっぱり、まあ、権力の中のせめぎ合い。で、どこがこう、どこを背景にして、中国を背景にするのか、アメリカを背景にするのか、っていうことをかけながらね、まあ、なんていうかな、せめぎ合いやってるわけですよ。そういう時に日本がね、よし、じゃあうちは、懸案の問題をね、ちゃんと、やってくれるんだったら、うちは相談乗るよ、という話をね、拉致問題も前向きにやってくれればね、うちだって話乗るよ、っていう意思表示をするだけでも違うんだろうな、と、記者会見で。あんななんか、キャリーバッグにね、週刊誌の記事のコピーを詰めてってね、紙つぶてみたいに投げ続けるわけなあかんないね。T 新聞のね、女記者みたいなのを相手にする暇があるんだったら、それをやった方がいい。うん。いや、だからそういう点ではね、やるべきことが何なのか。だから我々はだから、尋常でないことが起こってるということの中で、日本の政府は何をすべきなのか。この、なんか、こう、流行り病のことだけで、大揉めしてるだけでいいんだろうか、ということが今起こってるわけですよ。でも、これある意味ね、流行り病がくれたチャンスでもあるんですよ。苦しくなっちゃってんだから、国はね。貿易がこう、滞っちゃってね。で、密貿易やろうと思った連中が、こう、軍隊の中でね、早い病を流行らしちゃったりね。いろんな困難が出てる中で、チャンスが出てきてるんじゃないかなって僕は思うんですよね。うん。まあ、そういう点ではね、で、あの国ってのはね、まあ、戦後すぐですよ。まあ、あの地域の責任じゃないんですよ。なんであそこに線引いて、38度線で線引いて、南を、いわゆる西側自由主義、北側を共産国のソ連が取ると。で、北側にこう国家作るときは、あれですよね、ソ連、中国の合作ですよね。でも合作で、どっか一つに従ってないから、独自性持っちゃって、あの戦争からですよ、1950年から53年の戦争から、両方からこう支援を取りながら生きていくっていう道の中で生き残ってきて、今度はですよ、米中をこうやろうとしてるわけですよ。だからすごい、なんていうかね、国家と体制を維持するっていうことに対するね、執着っていうかね、でも、ここで考えなきゃいけないのは、
そうやって維持していく体制が、その国の人たちを幸せにしたり、僕は今回は本当教訓だと思うのは、指導者すら幸せにならない。このシステムはもうやめるべきだってね、心から呼びかけた方がいいと思うんだよね。金一族にも。あの人たちもだって本当にもう、ボロボロじゃないですか。今度帰ってきたおじさんだってね、今こう、重体化脳死化って僕は死んじゃったんじゃないかなと思ってるお兄ちゃんのね、お父さんと、後目争いをして、結局、追い出されたわけじゃないですか、海外に。で、31年間も、大使って言ったら、ですよね、聞こえはいいけど、北の大使だからね、大変苦労されたと思いますよ。で、それこそ、テヨンホさん聞いたらもう軟禁状態だと、事実上。監視されて。そんなことで31年間暮らしてきたわけでしょ、おじさんも。全然幸せじゃないんですよ、あの一族ってのは。だそれを考えるとね、本当にいろんなことの呼びかけの中で、国際政治って生きるわけで、日本もね、まあ、日本はもう関わる権利があるんだから、ね、拉致被害者っていう人がですよ。地震です。地震が来るのこれ。お、地震の速報が出てます。千葉県で地震発生。あ、来ましたね。揺れ来ました。揺れ来ました。揺れてますよ。こういうのいいね。番組中来るとね。うん。まあ、そんなにいいとこじゃないけど、このスタジオ結構頑丈にできてるとこなんで、大丈夫です。お、ウイスキー入れました。なかなかシステムが発達するとすごいね。また余震来るかもしれないけどね。おしゃべり続けますけどね。まあだからそういう呼びかけってね、必要なのかな、と思いますよ。だから日本は、だから、拉致被害者ともかくですよ、特定失踪者って言われてる人たちだけで900人近くいるわけだし、私が前にちょっとね、まあ、救う会の皆さんのご協力で、ちょっとだけ調べさせていただいて、それだけでも、またもう一人ね、例えば有本恵子さんに関わってですよ、行方の知れない人出てきてるわけですよ。明らかにこれ、他の拉致された人たちと同じようなね、痕跡を残してですね。だから日本はこの問題どんどん言う権利があるんです。ね、なんかご機嫌を取って、最高尊厳のご機嫌を取ってですよ。これでやるっていうのはダメですよ。今回ね、やっぱりね、何年も何年もやったね、経済制裁。そういうことがね、国連の決議に基づいた経済制裁もあって。で、今回、バッタの話や、流行り病の話でね、チャンス来てるんですよ。だから日本は何か言うべきです。私はそういうことをね、思いましたね。まあ、くしくも、昨日はですね、埼玉の皆さんの、まあ、お招きでですね、私も、憲法について語るってことあったけど、憲法ったら人権ですよね。人権のこと語るったら人権侵害状況がね、長年続いてるですね、このね、拉致被害者問題をね、解決しない限りは、日本の政治、日本の外交、そういうものはね、果たせない。日本の国のあり方としてもね、普通の庶民がね、貧乏とかお金持ちとかあるかもしれないけど、幸せな暮らし、普通にまっとうにね、家族と暮らして、結婚して子供を作ってっていうことができない。それがなんか外国の国家なんだか知んないけど、最高尊厳がなんか知んないけどね、そんなものの勝手な思惑でね、もうなんていうかね、虫けらのようにね、扱われるっていうことはね、絶対許しちゃいけないですよ。まあ、それが私の信念です。そういう点では私はね、今大きな変化があの国で起きている。そのことをね、やれなんかね、自分のね、言ってることが間違ってました。謝罪でございますので、言ってる状態じゃないんですよ。私はもう、信念持ってこれからも戦い続けます。まあそういうことで、今日はもう30分話しましたんで、これで一旦乾杯して終わります。私はこれを飲んでからですね、もう一本ぐらい原稿書いて頑張ってまいります。ありがとうございました。